Welcome to Deep Within Podcast. I am your guide, Emiko Rasmussen. このポッドキャストは Soul Purpose、魂の目的を最大限に表現して自分自身を導いているあなたのためにお届けします。Deep Within. This is a space where your inner power, inner knowing, inner truth, inner peace, and inner wealthAll exist. 内側からの成長、そして本来のあなたをエンボディすることで、あなたの芯が根強く広がり、あなたの内側に存在する愛と豊かさの器も広がり、外側に溢れ出していきます。あなたはただビジネスをやっているだけじゃない。You are creating a movement and leaving a generational legacy.この道のりには多くの内なる葛藤、戦い、不安、恐怖と向き合いますが、 You are actually meant to walk this path. 大丈夫。 Trust yourself without seeing any evidence. I am here to guide you. Are you ready to go deep within and activate your inner feminine power?You are about to step into your next level leadership and become the living embodiment of who you truly are. Now, close your eyes, put your hands on your heart. Welcome, welcome. Souls, how are you doing? And thank you so much for listening to the Deep Within Podcast. 皆さんこんにちは。今日もこのエピソードを聞いていただいてどうもありがとうございます。私は1週間カリフォルニアにバケーション行っていました。もう本当に楽しかったし、なんかやっぱ私カリフォルニアの方がなんかやっぱ自分は合うのかなとか本当にすごい正直なところセカンドゲッシングしているんですよね。まあ今はね、あそうか私のこと知らない人もいるかもしれないので、私は2021年の終わりに、家族でカリフォルニアの、まあ、テメキュラっていうねちっちゃな町なんですけども、サンディエゴから1時間ちょっと、北の方に行ったとこなんですけども、そこからねテキサスっていうダラスのねテキサスに、引っ越してきました。まあなんで引っ越してきたかっていうと、まあ、いろんな本当に理由があって、まあ、私のビジネスっていうところでもタックスのねタックスの理由だったりだとか、あとはもちろん私のねハズバンドの家族が、テキサスにいるっていうことは、自分の子供のいとことかもこっちにいるっていうのもありますし、あとはまあエデュケーションだったりだとか、まあ、テキサスがテキサスにしかないこうオポチュニティ機会っていうのとかもいろいろ考えて、まあ、テキサスにね引っ越してきたんですけれども、それで、2年半ぶりに、カリフォルニアに遊びに行って、私正直もうアメリカはね20年以上住んでいて、サンディエゴには13年、でその次の町が、タマキュラっていうね町で、まあ、ここがもうほとんど子育て、特に私の2人目の、ね、娘が1歳の時から、タマキュラに住んで いましたので、もうやっぱメインの子育てとかはタマキュラでやっぱずっとやってたので、でタマキュラが、6年間住んでたんですよね。だからやっぱたくさんの思い出があるし、もう本当にいろんな公園にも行って、もう公園あさりというか公園ホッピングですよね、バーホッピングじゃないけれども公園ホッピングもしてたし、もう海なんてしょっちゅう もう毎週ね every weekend 行ってた感じだし、Oh my gosh、 本当になんか心の中でなんか動揺、なんか私本当にテキサスでよかったのかなとか、やっぱ悩んだりとかね実はしてたし、子供も本当にもうすごく仲良しだったことね、再会して、まあ、彼女にはサプライズだったので、その女の子にね知らなくて、私たちが来ること知らなくて、空港のところでサプライズって、いやそう彼女も驚かして、でしかもそしてね、そのあともう一つのサプライズが、子供たちにディズニーランドに行くっていうことで、で、まあ、私たちみんなディズニーランドのミニーちゃんのね
耳 の, あのヘッバンを持っていて、だからそれを、ね、隠して、ちゃんと隠して、子供に見つからないようにスーツケースに、ね、入れて、で、あのスキャベンジャーハントって、で宝探しみたいので、こうあのヒントを、ね、見つけて、最後に、まあ、ディズニーランドのクォートで名言を書いて、でどこのプライスっていうか、あのどういう、ね、商品が当たるかっていうのをやって、ディズニーランドに行くのみたいな感じで、で最後に車の中に、そのミニーちゃんのね耳を隠しておいて、でそれ答えがね正しいと思ったら、あの車のところに行って、じゃあその答え合わせをしてみようみたいな感じで、もうそれもすごい子供たちも本当に喜んでくれて、もちろんサプライズだったので、もう本当に楽しい、もう毎日毎日ゴーゴーゴー、もうジェネレーターの私にとってはゴーゴーゴーでしたよね本当に楽しかったんです。 Anyway、 そうで、まあ、まあそれが、先週ですよね。だから私の、まあ、このポッドキャストを生というかライブの状態でほぼ見てる人、見てるじゃないか、聞いてる人だったら、あの7月のね16日からずっとバケーションに行っていて、で今週は、22日から、私のねマスタークラスが始まるっていうこと で結構ねみんなに言われるんですよね。え、マスタークラスの前にバケーションとか行って全然大余裕なのって言われるけど、あ、もう全然余裕なんですよっていうのも、私ずっと同じのうちのねモデルっていうかスタイルをやっていて、もう自分の中で何をするかっていうのは分かっています。だからそんなになんかたくさん準備を、まあ、もちろん準備はするけれども、なんていうのかな、何をするかっていうのも分かっているし、自分のマインドとかエネルギーもどこにどう当てるかっていうのも分かっているからこそ、全然 焦らなかった。逆にバケーションに行った方がなんかね、インスピレーションとかも入る、あ、なんかいろいろと来るかなっていうふうにも思ったし、でまあ私今回が初めてでもないし、何回もそういうのはずっとバケーションとかに行ったりとか、あのしているので、全然余裕であのやっていて、でやっぱりね、そういうのもあのシスターズの人とか、私のシスターズにも見せてあげるって大切だと思うんですよね。口だけで言うんじゃなくて、本当に自分がやっているっていうことを体であの見せるっていうのも、私の中ではすごく大切なことなので、 There you go, that was really fun ということで、まあ、今週はね、普通の生活に戻ってマスタークラス中なんですけれども、今日のエピソードはデイワンの、マスタークラスでどんなことをねお話ししたかっていうところを少しだけ、シェアしたいと思います。でもうこのエピソードを皆さんが聞く頃には、デイワンの録画無料のねアクセスっていうのは24時間しかないので、皆さんアクセスがないんですけれども、もしも今日のねこのレッスンを聞いて、でノンチのスタイルとかそのプロセスも分かっていないし、なんだろうな、なんか本当に、DIY do it yourself DIY でやっているから、実は本当にゲッシングゲームもなんか推測のように、これでいいのかな、これであと何やらなきゃいけないのかなみたいな、そういうように感じでねビジネスやってる人はぜひ、私が、今月に、新しくオープンするコースをぜひぜひ受講してほしいなっていうふうに思います。でこのコースはですね、ファウンデーション&フローって言って、もう本当に収益化するっていうところで、しっかりとこのプログあのシステムというかローンチのプロセスを理解する、でローンチをするとき、まあ、ローンチするときだけじゃないけれども、マーケティングとしてどういうことを意識してマーケティングするのか、どういう段階でどういうフェーズでどういう投稿をしていくのか、どういう発信をしていくのかとか、まあ、そういうところをね、教えるものなので、これは本当にこう皆さんのビジネスですごいこうターニングポイントになるようなコースになります。だからこのコースはどちらかというと結構もう doing how to の方にフォーカスをするので、全然マインドセットとかそういうのはあのかかってこないんですけれども、ヒューマンデザインのねパワーを使って、まあ、パワーというか私はマジックって呼んでるんだけども、ヒューマンデザインのマジックを使って、で今度はそのファウンデーションっていうところから、それがどうそれをどうパーソナライズするかっていうのもね、ヒューマンデザインのパワーをマジックを使って、理解するっていうレッスンも入ってきますし、それは、まあ、Day 3でねお話しするんですけれども、なので、ね、もしも、コースだけ買いたい人がいたら Foundation and Flow っていうねコースをリリースするので、私のインスタグラムでもお話ししますし、ポッドキャストでも、お話ししますし、そして私のニュースレターにね登録されている方も、そこでも、しっかりと宣伝もしますし、
そしてね、今回今、マスタークラスに参加されている方で、記入フォームにしっかりと記入をして参加してくれた方には、500ドルの、クレジットカードっていうクレジットギフトカードかっていうのを、プレゼントしているので、このコース、私が今お話ししているコースも500ドルのそのクレジットカードを使って購入することができます。なので、まあ500ドルオフになります。 That's a really 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 big priceSo you can use that. で、あとはね、もう、2つ、プログラムの受講のドアがオープンします。で、1つ目は Embodied Business。で、これは1年間のプログラムで、Inner Work っていうところとビジネスの Building っていうところと両方をフォーカスする、ワークで、これはグループのプログラムです。そして、もう1つ、Brand New Program。I am so excited for this. This is called Iconic Leader.アイコニックリーダーっていうね、アイコニックリーダーっていうものなんだけれども、Oh my gosh, this program、 このね、プログラムははっきり言うと人を選びますというのも、ビジネス初めての人とかじゃなくて、しっかりともうすでに収入っていうのがね、自分の力でもうできている人たちです。Okay? で、まあこれに関してはアプリケーションに、記入してもらって、でしっかりと私が本当にその一人一人の、達成したいゴールをしっかりと、ね、私がサポートできないと意味がないので、どういうことを達成したいと思っているかっていうことと、私としっかりとマッチするか、私のバリューとマッチするか、このプログラムに集まるシスターズとのバイブが合うかっていうのをね、まあ、確認するためなので、まあ、アプリケーションの、ね、フォームに記入してもらって、でそこで、まあ、相談のコールが必要だったら相談のコールって感じなので、まあ、このプログラムは本当にもうすでにもうビジネスをしている人で、お客様も自分でこうウェルカムすることができている、またはもうすでに、ね、ビジネスの講座とかはもう取っているからこそ、ビジネスの柱っていうのは立っていて、でもそこから実は本当にもう何ていうのかな、こう内側の部分っていうのかな、やっぱりね、安心感とか安全感っていうのが全然ない状態になっていたりだとか、あとはやっぱり自信っていうところですよね。本当に自信ってすごく大切で、内側から来る本当に自分を信じる力なんですよね。だから深い自信と安心感をしっかりと持って、で自分自身が自分の専門家にまずなるっていうことを私すごく大切にしていて、で自分が専門家になるからこそ存在感とか信頼感とか影響力を高めることができて、でそれができるからこそ自分が今度は専門家として、その一人一人の分野の専門家として、でお客様の前に立つっていうところですよね、うん、なのでもう自分のね、時間とかスペースを大切にしていて、ですでにクライアントももうお持ちの方 で内面に意識を向けれる方、女性か女性の起業家に特化しています。なので、まあ、私のこの8ヶ月のね、メンターシップっていうのはプライベートのセッションと、このプログラムに参加している人のみのグループのセッションが、まあ、1ヶ月交代に入っているものなので、なんかこれはどれだけこう本当になんていうのかな、グループレッスンがたくさんあるかとかそういうことじゃなくて、もう このステージの、ね、女性の起業家の人は分かってると思うんですけども、やっぱクライアントへのサービスとかビジネスの自分の、ね、運営っていうのがあるから、限られた時間の中でどれだけ質の高いゆとりのある豊かな時間の使い方を実践していくかっていうところなので、もうレッスンっていうのも本当に必要なものをお届けする、もう私 もうたくさんのレッスンがあるので、必要なものをその人にアクセスも渡して、でグループコーチングっていうのも本当に初歩的なカンバセーションではなくて、同じような、ね、ビジネスのステージにいる女性なので、やっぱりこう深みのある、質問とかカンバセーションも、ね、全然やっぱ違うんですよね。このステージにいる人たちと、やっぱビジネスのビギニングのステージに立ってる人たちとは全然違うので、まあ、その辺ですね、やっぱりリーダーシップっていうところをもうキーワードにして、でお互いにこう挑戦とか目標を共有しながら成長していくための、Iconic Leader Inner Circle です。Alright、ということでね、まあ、これも本当に新しいプログラムなので、気になる方はぜひぜひ、私にメッセージしていただいてもいいですし、またはもう私のね、Launch to Expert Status のマスタークラスに参加している人だったら、E メールもどん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 送っていきますので、もしもこのプログラムがあなたのステージに合っている、そしてこのプログラムでもっともっと成長していきたいというふうに思っている方、アプリケーションを記入していただきたいなというふうに思います。 OK、 So 今日のトピックに入ります。まあ、今日のトピックは、Day 1でお話しした、ローンチのね、5つのフェーズっていうのを少しだけ、ここでもね、シェアしたいと思います。 OK、 で、まあ
このエピソードはこういう人に聞いてもらいたいです。どういう人かっていうと、ビジネスの柱はもうすでに立っているんだけれども、次のステップとか収益の確保に関してもバーンアウトしてたり、もう本当に頭がもうスピニングしている、もう混乱状態 でしかもそれを感じていて自覚していて、でもそこにもうハマるんじゃなくて、もうこの複雑さから抜け出してスムーズなプロセスを受け入れる準備がもうできているし、もうこれでいいのかなとか、こう予測するような、ね、ゲームをするんじゃなくて、もっとビジネスに革新とシンプルさを加えていきたいというふうに思ってる人、聞いててくださいね。そして経済的とか身体的エネルギー、まあ、精神的に真の自由を経験して、人生の自分の、ね、時間だったり家族への時間をもっと取り戻したいなって思ってる人、 This is for you。 これまでに素晴らしいローンチとか販売をもうすでに行ってきたけれども、実は精神をね本当に犠牲にしてしまって、お金が入っていてもそのお金全然 it means nothing、 この money means nothing っていう、本当にこの状態、なんかもうお金は入ってるけど、こんなに自分を犠牲にするんだったら やりたくないっていう風に思っている人で、ローンチのプロセス、ローンチとか、まあ、販売の、ね、プロセスした後には疲れ果てちゃってて、もうなんか I need a one month of vacation、 もう1ヶ月ぐらいの休暇が必要っていう風に思っていたり、またこれやるの、またこの同じことやるの、もう本当にもう無理っていう風に思ってる人だったりだとか、またはローンチって何、どんなプロセスってあるのっていう風に思ってる人、 This is all for you。でなぜね、こういうふうにこういう理由、問題っていうか、こういうシチュエーションに入ってしまうかっていうと、まあいろいろもちろん理由があるんですけれども、私の中でね共通するものをね4つ挙げてみました。でそれが何かというと、まずビジネスの必要以上にこうなんか細かいところにすごく深く入りすぎてしまって、だからそれがなんか投稿をどういうふうにして綺麗に見せるかとかも、なんか必要ないところなんですよね、はっきり言うと。そういうところだったりだとか、集客とか、なんかすごい細かいところにも入りすぎちゃって、全体像を把握できないし、長期的な戦略とかプランを立てるこう視界が全然ないっていうのがまず一つなんですよね。やっぱり特に一人でこう DIY でやってる人っていうのも特にそうです。もう本当にインスタグラムワールドとか、まあ、無料の情報だけに頼ってしまっていると、もうピンポイントというか、もうハイライトのものしか聞いていないので、その裏側だったり、そのインビトゥイン、その間っていうのがやっぱり理解できないんですよね、うん、だからやっぱ私はもう本当はっきり言うけれども、ビジネス一人でやろうっていうのはもう絶対に無理です。もちろん一人である程度のステージまで持っていくのっていうのはもちろん可能かもしれないけど、それを続けて、でビジネスという形でねやるっていうのも、正直もう無料でやるの、無料とかもう一人でやるのって無理だと思うんですよ。だってビジネスというものをやるのに一人でやるってはっきり無理というか、いやインパッシブル、本当に無理なんですよ、難しいんですよね。なので、まあ、これは前回のね、ポッドキャストのゲストエピソードのね、ゆりさんもおっしゃっていたんですけれども、本当にそうです。私もメンターなしのジャーニーなんて私はほとんどないです。まあ、一時期別のね、私の今のメンターもずっとお世話になってるメンターがいて、私ほとんど変わっていません。ずっと彼女の話を聞いているし、で、まあ、別のね、メンター、他の情報が欲しかったので他 のメンターのところに、ね、聞きに行ったりとかも、学びにもちろんお金払って学んでたりとか、メンターシップもあったけれども、やっぱりこう同じメンターと続けることの大切さっていうのも私すごく理解しています。だから私はもう本当にもう彼女、私のメンターはジューリーっていうんだけども、もう彼女オンリーなんですよね。ポッドキャストとかもほとんどもう彼女のものしか聞いていません。もう それだけ私はもう本当にフォーカスして、誰から何を聞くかっていうのを徹底的にしています。で、あともう3つのね、理由の中のその1つが、〇〇をもっとやればもっと稼げるって考えていて、これまでやってきたことをもっとこう増やそうとするっていうところなんだけども、やっぱりビジネスを継続するとか、スケーリングアップする、こうもっと本当に次のステージの収入っていうところを目指す場合、そのもっとそれをやるんじゃなくて、時間にどれだけスペースを与えて、どれだけシンプル化できるかっていうところなんですね。だからこれもやっぱり自分でやろうとすると何が起こるかっていうと、あ、今度この人はこういうこと言ってる、じゃあこれをやって、でもあの人はこれをやってるからこれをやってみたいな感じで、わけわかんなくなる。もう言ってるだけでも苦しいです。OK? So it's not、 もう本当にスケールアップするのはなんかもう to do list を増やすんじゃなくて、実はもっともっとどれだけスペーシャスに、できるか、だから要するに、ね、自分にどれだけ余裕を持てるかっていうところでもあります。 OK、Reason number three、 ビジネスが向かう方向をサポートするシステムがない。
もうだから今この状態でお客様が100人来たとした時にビジネスが壊れるんだったら、もうそのあなたのビジネスっていうのは継続することも、まあ、100人って言ったらちょっと多いかもしれないけど、私も100人来たらちょっとびっくりするかもしれないけれども、It's possible、 もちろんWelcome できるけど、もうちょっとアシスタントの方が必要になるっていうのは絶対ありますね。いや、そうだから、例えじゃあ30人だとした時に、じゃああなたのビジネスしっかりとその30人のお客様を受け入れる器がしっかりしているでしょうか、システムがありますでしょうか。Okay? それもすごく大切です。で、だから要するにビジネスを、自分のビジネスをもっとビジネスとして扱う必要があるんだけど、それができていない。だから要するに、はっきり言うと、だからその投資っていうのもその一つですよね。投資しない、お金なんでも自由なシステムだけにこうさ、だけ使っていて、だから例えば LINE だけでビジネスをするとか、で LINE っていうのももちろん有料のねサービスとかもあるところを、もうそういうのも払わずに、もう全部自由、無料でやる。はっきり、Let's really think about it, right? ビジネス、どこのビジネス見ても、全部私このビジネス無料で全部やってますなんて、そんなビジネスないですよね。普通に、Retail Store、Retail Store っていうのかな。普通のお店屋さんだって、そこのお店の Renting, right? お店の場所だってお金払ってるし、Registration とかそういうお金を受け取るっていうシステム、クレジットカードをスワイプするシステムだとか、全部そこだって投資してるし、で、その人たちだって一人で全部やってるかって言ったら絶対そうじゃなくて、誰かしらのメンターとかサポートっていうのがいるわけですよね。There's no way that you can do these things by yourself. で、その次、最後の、ね、理由、まあ、本当にもっといろんな理由あるんですけども、まあ、ここで挙げた、ね、最後の理由が、一つ一つの動きをもう過剰に考えすぎてしまってて、あ、でもこれやって間違っちゃったらどうしよう、あ、でもこれやって失敗しちゃったらどうしようみたいな感じで、もうその考えすぎても動きにもならないような状態になってる人とか、あとは他の人がどうやってるかっていうのにこう圧倒されてプレッシャーだったりだとか、あの人これやってるからこれみたいな感じになって、なっちゃって、誰かがそのビジネスをなんか、なんていうのかな、こうより成功するための魔法を持っている、だから自分はダメで、でも他の人が知ってるからそれをやるみたいな、そういうことをまだ頭の中で考えている人、何かやっぱり自分がその何かの戦略が抜けてるんじゃないかっていうふうに考えてる人、I'll tell you this、もしかしたら戦略抜けている人もいるかもしれない。だからそこっていうのは本当にもうすでにやっぱり、なんていうのかな、もうすでにビジネスやってクライアントさんができてる人っていうのは戦略とかっていうところではないと思うんですよね。もっと内側の部分でその考え方だったりだとか、その次のビジネスを受け入れるためのビジネスのモデル、ビジネスモードとか、そういうところが抜けているっていうのはもちろんあるかもしれないけれども、なんていうのかな、戦略っていうところでももうほとんどの人ないと思うんですよ。だって戦略っていうのも世の中にいろいろある中で、やっぱ結局のところ内側なんですよね。内側の部分で自分を信じることができていないっていうのがもうほとんどの理由です。で、その結果だから精神的にこう疲労、burn out、right? で混乱を経験するっていうふうになります。 OK? もうだいたいこれが本当にもう、いや、これでもほとんどカバーできますね。理由っていうところ、なんでうまくいかないかっていうところがこういう理由になります。で、その中でね、デイワンでお話ししたのが、もう一度ね、フローなんですけれども、私が教えるものは、まあ、フェーズで1、2、5、1から5のね、フェーズ、5段階のフェーズっていうのがあって、で、それが何かというと、1つ目のフェーズが Align Strategy、right? で、自分の、やっぱここの部分はもう正直、イナーワークの部分になるんですけれども、何が自分に合うか、どういうスタイルで、セールスのプロセスをするのが一番合うかっていうのをしっかりと理解するの、これがまあフェーズ1だから、もうこれっていうのはもう本当にこの SNS とかにもの前にも出てこない、本当に自分の内側でやるインナーワークですね。だから私の場合は特にヒューマンデザインの、ツールを使って自分のエネルギータイプだったりだとか、ブランドタイプだとか、ストレングス、強みっていうのをしっかりと理解した上で、どれが自分に合うか、だって結局のところどれでも成功するから、誰でもどれでも成功するので、もうあとは本当に自分に合うもの、自分が心地いいもの、そして自分がそこにこうしっかりと信頼、自分を信じることができるかっていうところなので、それがフェーズ1。フェーズ2っていうのが Build a Launch Plan、 だからね、プランですよね、ローンチのプランを作る。で、これは私はもう今は自分も全く使う、もう頭にも全てインプットされているので、スプレッドシート使う必要ないけれども、スプレッドシートっていうのをシスターズの方、あとまたはね、このフローファンデーション&フローっていうね、プログラムをもしも
プログラムというかコースを、ね、購入したい方 You will get the spreadsheet スプレッドシートでもうステップバイステップ何のどういう時にどういう E メールでどういうような投稿の内容なのかっていうねもう一つ一つ の, あのもうどれをやるっていうのがありますので、まあ、本当にお手本の 型になるんだけれどもあそれをねアクセスもありますのでもしももう全くプランとかがなくてもう分からない人たち I highly recommend to purchase this、okay? このプログラムをこのコースをね買うのを私はおすすめします、okay? で、このねローンチなんだけども結局その自分がやるところの一つ自分がやるっていうのが一つとあともう一つ意識するのがオーディエンスのエモーショナルエクスペリエンスっていうのをエモーショナルっていうのは感情ですね感情の経験っていうのをそこをねあのクリエイトするっていうね二つをこうあのやっていくのが大切なんですよでこのフェーズ2になるとお客様のそのエモーショナルエクスペリエンスっていうのはキュリオシティ好奇心、okay? だから好奇心から今度はフェーズ3のところに行くと参加したいっていう気持ちに変わってもらえるようにするにお客様をこう導くそしてフェーズ4っていうところでは完全に夢中になるそしてフェーズ5っていうところでは視点が変わったっていうねそのだからここで言う4つですよね4つのこうお客様のエモーショナルのシフトっていうのをクリエイトしていかなきゃいけない。Okay? でそれとともにあと自分が、まあ、皆さんがね、やるローンチっていうところが、まあ、今フェーズ2のところでお話ししたんだけどもあどういうね SNS っていうところではどういうことを投稿するかっていうのも、まあ、これはね細かくあこのマスタークラスではお話ししましたちょっとこのポッドキャストで言ったらもうかなり長いエピソードになってしまうので言わないんですけどもでそれがねだから要するに皆さんが SNS で見えるものなんですよねだから皆さんがねもしも本当に例えばこの人こういうふうにやってるから私もじゃあこういうふうにやろうって言った時にその人がどのフェーズにいるかっていうのをしっかり理解しないと例えばフェーズ4でやるものを見た時にああなるほどねこういうふうにしたらいいんだっていうのを間違ってフェーズ2のところでやってしまったら全然意味がないんですねなぜかというとそれがオーディエンスのエモーショナルエクスペリエンスっていうところにこう通じないんですよ、okay? だからもう本当にゲッシングゲームとか自分でどれだけ本当につないでいくかっていうのはそれでやって結果が出ないのは もちろんそれは当たり前なわけなんですよやっぱりこう 見よう見まねでやっているわけだからなんでその人がこれをやってるかっていうのを理解していないなのでねこのマスタークラスに参加した人またはファンデーション N4 っていうのね購入した人は何がどういう理由でこういう投稿してるのかっていうのが分かるはずです、okay? 分かるはずというか、まあ、これを説明してるので、okay. So Phase 3は Prime Your Audience って言ってオーディエンスの下地をしっかりとつけることなんですねで私が、まあ、特にやってることっていうのはマーケティングっていうところでどういうねこの私がこう教えるどういうマーケティングをするかっていうのがあってこれは私すごいもうここはもう本当に意識して投稿をしているんですねもう私は今フェーズ3 の状態じゃないので私のだから本当に2週間前ぐらいの投稿とか見たらどういうことをお話ししてるのかって分かると思うんですけどもであとはまあ OPA ですねOther People's Audience 他の人 のオーディエンスの前に立たせてもらうっていうような努力っていうのは私は何回もしていますそして、虫除けスプレーですよね自分の虫除けスプレーっていうところでもうこのフェーズっていうのはどれだけ自分のコンビクション信念っていうのを曲げずに出すかっていうところなのでもう甘いもみんなが話すような投稿とかしてたらもう全然意味がないので このフェーズになると私はかなり自分の考えとか、まあ、きついことを言ったりとかもするけれどももう全て虫除けスプレーの戦略を使っていますOkay? で今後が、お客様のこのエモーショナルのステージで言うと参加したいっていうふうに思ってもらう気持ち、okay? でフェーズ4っていうのがイベント、まあ、今はだから私がいるフェーズが4フェーズ4なんですけれどもで、まあ、ここはね、もうはっきり言うとフェーズ4っていうのはもうイベントっていうことでセリング、right? 私も今これセリングしてましたよね自分はどういうプログラムがありますよっていうことももうしっかりとお伝えしていますし、まあ、これほとんど私インスタグラムよりもEメールのね私はEメールマーケティングを使う方が好きなのでEメールでほとんどやってるんですけどもどういうプログラムが来るとか あとはまあどういうね投稿するかっていうのもこのマスタークラスでお話ししましたでそこからその次のフェーズ最後のねフェーズ5っていうのがポストランチローンチ後終わ、まあ、ローンチとかイベントが終わった後ですよねでそこではどういうことをするか、まあ、セールスコールだったりだとか受講の販売の、ね、期間が終了するまでのセールスっていうところで何をするかダウンセルプロセスの評価だったりっていうところでここではお客様の考え方っていうのがもう本当にもう完全に視点が変わったっていう風になってもらえるようにお客様をこうエモーショナルエクスペリエンスっていうのでエモーショナルジャーニーをねの道をこう作ってあげるっていう風になります。
いや、ということでね、まあ、本当にこうすごく表面的なところだったんですけれども、表面的なところだったので、まあね、全部カバーできなかったんですけども、もしも興味のある人も Day1 は24時間のアクセスなので、まあ、ほとんどもうアクセスの時間残り時間が少ないんですけれども、このポッドキャストを聞いて、もしも、Day1 アクセス聞きたければ、私のね、Launch to Expert Status っていう、フォームがありますので、そこに記入、登録していただいて、そこからあの Google のフォームがあって、そこに記入していただいたから、もう私本気でもこのプログラム取り、このマスタークラス取りたいっていうふうに思ってる人だけに参加してもらいたいので、しっかりとフォームに記入してくれる方にしか、アクセスを上げていません。かなり私これ今回徹底的に、やっていますのから、その2つのステップがあって、それでも私のこの無料のね、まあ、これ無料って言ってるけど、これが結局その私のシスターズのレッスンにもなるし、ファンデーションフローのねレッスンの一部にもなるものなので、はっきり言うと全然これは無料のもの、無料だからって言って無料レベルのものを上げてるわけじゃないんですけれども、興味のある方は、そのステップを、やっていただくと、この全ての、Day1 のねレッスンのアクセスもできますし、あと残りのレッスンっていうのもアクセスができます。 Alright, well that is all for today. Thank you so much for listening, and I will see you next time. Bye!